解決すれば問題は問題ではなくなるんだね、きっと。頑張ります。これ工場のね、産業革命が起こってる。歴史を変える。伊藤さん、消毒しに行ってきていいですか？あの、燃やし、森林燃やさない限りは問題ない。ちょっとだけ燃えちゃったらダメ。もうそれ、もう延々と広がるんじゃないかな、それって。多分それダメです。できるだけ努力します。いや、本当に燃えたら労働問題だからね。労働問題。大丈夫、大丈夫です、ゆきさん、信じてください。行ってきまーす。マジか。いや、ちょっと燃やしとかないとなと思って、この辺とか。そろそろ動画的にも汚物は消毒好きだろうし、キッズ食は。すげえぞ、解放射器の威力上げたら一瞬で焼け死ぬわ、こいつら、この雑魚ども。やべやべ、俺は負けない、異星人なんかに。うおー、りきちゃんも消毒する？消毒しに来る。いや、っす、いや、いかんっす、平和が好きっす。やばいやばいやばい、殺される。はい、出てきました。全然りきさん、1個焼き潰しました。我々の人類の勝利です。はい、鉄道やるか、りきちゃん。鉄道って大…まあでも汚染の分散にはなるよね、少なからず。絶対だって場所を変えるんだから。そうそう、汚染の分散にはなる。そうだそうだ。超適当な感じ、匂う。何のために科学を発展させているんですか？科学を発展させるために決まってんだろ。この星から逃げるためじゃなかったっけ。科学を発展させるためです。鉄の歯車が来ない。え、伊藤さん、なんかここ石がめっちゃあるんですけど、なんすかこれ。リキさん、これまずいっすよ、リキさん。これ搬送ベルトがいかれてます。これ何搬送ベルトになんか異物が混入されてました、リキさん。ああ、ごめんなさい、リキさん。このせいでインサーターが動いてなかったのか。いや、さっきはそうなんだけど、さっきね、ここにぶちまけちゃって。リキちゃん、ぶちまけちゃってね。本当はなんかこの辺なんか落ちてる、なんか石。そうそう、そこぶちまけちゃってさ。なんでぶちまけ、どうなったの一回。で、回収してたら、そのちょっと。あ、だからインサーターできてなかったのか。異物混入してたから動いてなかったんだな、つまり。いや、とりあえずでもさっきのできたって言うて。10分前ぐらいの。みちおちゃん、このゲームでの10分は10年間です。リアルの10年間に匹敵します。ちょっとあの、発電機の寿命をちょっと流れさせる。レーザー技術完了。いよいよレーザータレット技術に向かいます。え、もうタレット開発できる。早っ。できます、リキさん。早くない？軍研究所の技術力を舐めないでいただきたい。ただリキさん、問題が発生して軍事サイエンスパックが全然ありません。軍事サイエンスパックを作るのは現状も手で作るしかないんで、あのぶっちゃけなんで、おそらく非常に遅く進むと思います。OK、 なんでリキさんも手で軍事サイエンスパック作ってください。はい、軍事サイエンスパックの作り方わかる？何が必要？ちなみにその原料みたいなやつは、全部見たらわかる、書いてある。軍事サイエンスパック作るのもう相当な量のものが、何でもかんでも必要。まマジ何でもかんでも必要だよ。石炭ガムも必要だし、こう銅板も必要だし、鉄板も必要だし、もう何でも必要、すべてのものが必要とされる。あれだな、これガンタレット工場でも作っといた方がいいな。ガンタレット工場、俺がもう手製で作ってやるわ、リキちゃん。俺が軍事技術を研究、もうどんどん発展させていく。汚染は広がるがやむをえん。汚染を止めるための汚染だ。まあ、それなら。そうそう、汚染を止めるための汚染だから、結局発展のために発展する。やべえな、これ。すげえ作業が始まろうとしてる。はい、持ってきたよ。え、乾燥ベルトとその組み合わせて、その緑サイエンスパック工場、リキちゃん、それ作ってよ。あ、俺が作るの？そうだよ、リキさん。俺今軍事技術の発展に忙しいんだよ。俺は乾燥ベルトと、はい、インサーターでいいんだっけ、緑って。そうそうそうだよ、そうだよ。じゃあ神のポジション見て、神ポジション取り。ちょっと待ってください。え、神ポジション取りすぎて受けた。見に行ってやるか。
とりあえず適当に伸ばしてきたの、ここからこうやって、ほら、はいはいはい、これがそう、これがそう、この今俺が流れてみますと、はいはい、神ポジション取りじゃない、見ていきます。あー、この5個おきに頑張ってやったってことか。そう、頑張ってはないんだけど、とりあえず伸ばしてきたらここに繋がった。よし、これインサート送られてくるの、これちゃんと。これまだ止めてるだけ、ま、だ 止めてるっていうか高速インサート取らせてる、とりあえず箱の中に。あー、了解了解。問題がありまして、発電量が少しばかり。それは問題ではない、問題ではなくなる時期、人を解決するから。解決すれば問題は問題ではなくなるんだ、力道。頑張ります。黙ってやっちゃうくね、このゲーム。黙ってやらざるを得ない。工場を作るパートがいてどうするんだろうな。編集者泣かせだ。俺も多分ガンタレット工場できるよ、ミキさん。早くない？もうプロフェッショナルになったからさ工場作りのエキスパートのクンさんにお任せだよ。発電量をね、はい、1.5 倍か 1.3 倍ぐらいにはした、上げた、ちょっと。鋼鉄のロー余ってる。ちょっと北の、じゃあ、そうやってる場合じゃないし、今俺すごい実験をしてる。おお、できた、力さん。力作ができまし た。ちょっと来てください、力藤さん。俺新しいね、これ工場のね、産業革命が起こってる。まあちょっと来なさい、力さん。この銅がこう流れて、まあ銅板がこうできるじゃん。うん、こっち来て。でこっちからちょっと余ったものを軍事工場に転用してんのね、こっちで。はい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 。で、この軍事工場なんだけど、まず、だな。できてる、これ。できてる、できてる。これ、銅板があまりにも多すぎてふざけたことになってるから。この、ここ見たらわかるんだけど、これは鉄の歯車と銅板と鉄板を取る、ね。ああ、同時に流してんのか。そうそうそう。これ、これインサーターで、こう銅板と、これ同時に流してフィルターインサーターで、これだけ掴み取ると。そうするとガンタレットだけ回収できる。ああ。フィルターインサーターを使う感じだね。そうです。どうぞ。はい、じゃあ視聴者の皆さんにちょっと紹介すると、鉄鉱石をこう、まあ、採掘すると。で、鉄鉱石、まあ、ちょっと、うるさい、黙れ。で、鉄鉱石を、まあ、焼くと。で、焼いたら、まあ、2箇所に分けて、で、1箇所は歯車に変えて、もう1箇所はそのまま送ると。で、このまま送って、で、このインサーターが、必要なものを回収して、で、ここで作り上げて、で、銅板はもちろんこうやって回収するよ。入れ込むよね。で、まあ、できたガンタレットが、こう、ぐるぐると、まあ、回っていくわけなんですけど、まあ、今までだったらこういう方法は取らなかったんだよ。くるくる。回転寿司方式は取らなかったんだけど、この回転寿司方式を実装することによって、ここだね。ここに来たら、このフィルターインサーターっていう、こいつだけ選び取って取るやつが、回収することができると。これですね。これが、産業革命後の工場ですね。ガンタレット工場。これが、歴史を変える。で、何、力とどうしたの？北が破壊されて侵入されてた。まあまあ、そんな、小さいこと気にしなさんな。まあね。もうちょっと鉄板の数を増やしたいね。鉄板と、この歯車の数を増やしたいな。力さん、こっち夢のある仕事しようぜ。まあ、待ってください。夢のある仕事だぞ、こっちは。時間が必要なんです。人類、あまりに急に人類を守る仕事だ。よしよし、高速でこれ焼きまくれば、数がほぼほぼ倍になったので、ラッシュが始まるはず。さあ、鉄板ラッシュだ。これかなり使っちゃうんだよね。ほんと全部使っちゃうね、これ。なかなか生産が追いつかないな、これ。まだまだ足りんってことか。鉄鉱石の採掘量も足らんな、これは。まだまだちょっと軍事工場の拡大を図らないばなるまい。ところで、力さん何してるんですか？一応、防衛だけ、ちょっとちゃんとしようかなと思って、防衛させてる。力さん、すぐ守りに入って、そうやって。いやいや。守りに入る人生楽しいか、力さん。攻めてこうぜ。ガンタレットのこの防衛範囲見て、ちょっとマップで。え？北のさ、ガンタレットの防衛範囲。防衛。
ほんとだ、攻撃範囲すげえすげえ置いて、いつの間にリキさんこんなん置いてたの。やばくない？そこそこ北は大体カバーできてる、これで。